アイロンしただけだよ。ランケーブルまだ買ってない。まだでもまだ測ってない長さを。混んでた、うまくいってないよ。誰の話？言ってないけど私。うまく。ケーブルってのは見えるじゃん、ピンク。でも普通の色でそんな目立つ色、目立つ色使いたくない。いいよ、目立たないやつ、普通の色。猫 T シャツ、猫テスト3日おきに着てる私。いや別に何日おきに着るみたいなないけど別にないけど、わかんない。やだ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 。ランケーブル目立させるもんじゃないでしょ。ランケーブルの話だよランケーブル目立ってんの嫌でしょ。壁沿いにわざわざさ、壁沿いで行くように引っ張ってやってんのにさあんま目立たないようになんでそこ目立たせるの、おかしいでしょ。交換嘘日記、あ、映画見てないです。映画最近何を見てて、何やってるか分かんない足引っ掛けちゃう。いやね、あの壁際を沿わせていくから引っ掛けないのよ、そもそも。そんな部屋のなんていう真ん中とか通さない、壁際を沿わせて。どうやって引っ掛けんの、パソコン起動してない、ランケーブルないと無理だから、 Wi-Fi ないと何もできないんでね。ケーブル買ったらパソコン使えるようになる、新しいの買ったら。でもちょっとパソコン使えない、 Wi-Fi ないと使えないから。
DVD 見たりできない、なんていうの、ディスク入れるやつつけてない、なんていうあれDVD とかあれなんか見れない、見ないパソコンじゃ、テレビで見れたらかない、テレビでも見ないけどだからね、つけなかった、パソコンにいらないから。エルジス見たりさ、エルジスは携帯で見れるから大丈夫だよ、携帯で見ればいい。でも見ないね。なんかいらないからつけてないよ、パソコンに。一人で映画館はね、行こうと思えば行けるけど、一人だったら別にいいかなって感じ。映画館で見なくてもって思うから行かない。行こうと思えば行けるだろうけど、別に映画館で見なくてもいいかなって思って行かないと思う。月見が諦めた、諦めてないよ、食べるつもりでいるけど、まだ始まったばっかだよ月見まだ始まったばっかだからね。ケンタッキーでさえまだ1週間ぐらいじゃない始まってまだ始まったばっかだよ、そんなすぐ終わんないでしょ行くつもりでいるけど、どれかは全部は行かないけど、出てる全部の月見バーガーは食べないけど、どれかしらは行くつもりではいる。わかんないか。誰の最新の映画映画か、うん、別になんていうの、サブスクで出てからでいい、 DVD とかサブスクもしなかったら DVD でいいし、別になんかね、別に映画館で見なくてもいいのよ。なんかすぐそんなもうすぐに見たいみたいな映画あんまないから、ケーブル買った、定期的に来るな、このコメント上がってないよまだ上がってない、みんなそんな気になる、買ったか買ってないけど アマプラだね、サブスクは。アマプラしかない。映画館はそんな、行こうと思えば一人で行けると思うけど、あんま行こうと思わない一人でだったら、誰か誘われたらとか、一緒になんか見たい映画が、なんて言う、誘われるか、その自分が見たいが友達も見たいって言ってたら見るぐらい。行かないな一人じゃ、別にいいかなってなっちゃう。
ね、まだできてないんだよね、連携取れないから連携部ちょっと長いの買わないとできない、長さかって。みんなの映画一人で見ないよ、映画一人で見ないのって余計なの分かんないよ、あんま行かないそもそも映画。終わるけど、でも終わる、オンリーアップ終わる？ん？ゲームが終わるってこと？それともどういうこと？私のクリアがってこと？どういうこと？どっち？ゲーム自体が終わるの？違うか？オンリーアップもやってないね。そのパソコンまず起動はできるけど Wi-Fi 繋がってないから使えないから。 Steam での販売も終わる。あ、そうなの？え、だよね、多分ね、使えるよね、普通。全然やってないんだけど、オンリーアップ時間あるときにやろうと思って、今できないからランケーブルなくて全然やってないわ。人気ない。でもね、あのゲームはなんか、なんていう、エブみたいなさ、ずっとさこうやるようなゲームじゃないっていうかなんていうんだろう、一回クリアしたらあんまやらないもんじゃないの、あのゲームって、ああいう感じのゲームって。こういろいっぱいステージがあるんだったらあれだけど、そういうわけでもないし、そういうもんじゃないのかな。なんかなんていうあのゲームこうあんまね、ずっとやるようなゲームじゃないステージがあるみたいなやつじゃない。だから、そう。でも流行ったのは流行った、ちょっと前にこういろんな配信してる方、配信者さんとか VTuber の方とかがめっちゃやってた、オンリーアップ。そう、流行りはあるけど、ずっと続けるようなゲームじゃないから。クリアして極めたいって人は少ない多分ね、うんそうだと思う。あれ、あのゲームはいっぱいステージがあったら別かも、なんかマリオとかああいう感じみたい、ちょっと違うから、一個しかステージない。私は今何がゲームやってんだろう、今の流行り
なんだろう、今何が流行ってんの知らない。今の流行りは分かんない。スターフィールド、どういうゲーム、全然知らないわそれ。全然知らない。何それ。なんだ。なんかパラソーシャル。やばい、全然わかんない。最近あんまわかんないんだよね、最近の流行りのゲーム。ツイッターとか見たら分かるんだけど、最近あんまね、そのゲームのなんかツイッター流れてこない、ツイートなんかツイートにさ、タイムラインとかっていうあのところに流れてくるな。やってる、なんかそれで、あ、このゲームやってるんだなってなる分かんない、最近の流行りは。宇宙を巡って探索するゲーム、スターフィールド。宇宙を巡って探索する、楽しそう。でもそれ、でも全然知らないわ最近の流行り。全然もね、ゲームも配信とかも見てないんだよな。今もやってるんだけど、 LGS かチャンピオンシップっていう、あのエペの世界大会やってるの、昨日からやってて5日間ってね、6日から10まで5日間あるんだけど、見てないのよ全然。化粧みたい、10日だから。何時からかもずっと今回全然把握してないや、何時からあるんだろう化粧でもきっと夜だよね、あのイギリスの時間だからめっちゃ夜とかだよね。違う、でも前回はめっちゃ早かったか、前回何時だからやってたっけ、忘れた。一緒みたいです。時間発表、なんかタイムスケジュールみたいなの出てるの、出てるけどあんま見てないからわかんない。え、23時40分スタート、そんな遅いの今回ほぼ12時じゃん。どのぐらいで優勝するチームが決まるかうん、でもそんな、でもめっちゃ長引く可能性もあるか、なんかすぐ終わる可能性もあるけど、8試合とかかな、前回8とかじゃなかったっけ、もっと少なかったっけ、8試合だったっけ。でも8試合やったとしてもさ、1試合30分ぐらいじゃん、インターバル含めて240分ってことは4時間、平均が確かそんぐらいだよね、4時間。私最後まで見れる気がしないわ
化粧一番ちょうどいいところ寝てそうじゃない、その12時ぐらいスタートだったら一番面白いところ寝てそう、見たいけどな、またツイッターで結果だけ知るパターンかな決勝ってさ、こう試合数が決まってないから、こうマッチポイント行って、マッチポイントに到達してそこからチャンピオン取ったチームが優勝だからさ、それそのマッチポイントまで行ってもそこからチャンピオン取らなかったらずっと続くからさ、レースどのぐらいやるか分かんないから、予選は決まってるけど、それまでの試合は6試合だっけ、決まってるけど6試合ずつ、決勝は決まってないからね、めっちゃ長引くかもだし、めっちゃ早く終わるかもだし、分かんない、も早くなることあるんだ。いや12時スタートでさ、もし8試合やったら、前回8ぐらいだったの確か、違ったっけな、8か6 8, だでも8な気がする、だから4時とかになるのよさすがに寝るでしょ4時とか無理だよ、分かんない、平均がそのぐらいじゃないっけ、平均が8ぐらい、8試合ぐらい、でもそれ以上長引く可能性もあるし、めっちゃ早く終わる可能性もある、3試合4試合わかんないからね、決勝だからもう大変いつ終わるかわかんない、決勝の日は朝配信しないよ、しないしない、朝配信の会社大変じゃない、10日でしょで朝に配信してさ、午前中にで始まるの12時だよ、日付変わる大変やん、そんなの、あ、寝るってこと、その間、あ、そういうこと、見てて飽きないの、同じ画面にしか、同じ画面にしか見えないけど、エペの大会飽きない、全然同じじゃないよ、全然違う、でもどこでもいいからどっか適当にチーム決めて、その応援しながら見るのが楽しいね、本当に適当に決めていいと思う応援するチーム適当に決めて、ここって決めて見るのが楽しい別になんか特に応援するチームがなくっても適当に決めて、これが楽しいね、全然同じじゃないよ、試合全部、なんかめっちゃ強かったチームが急になんかその試合の環境が合わなくなってめっちゃ負けるとかもあるし、その逆もあるし、いつも応援するチーム違う、エペはね、あの日本のチーム応援してる、日韓、エペはね、
ラントもそういう大会あるよ。バロラントは VCT っていうのが世界大会一番大きいやつ。 VCT でもバロラントはねあんまりねそのさこの日にあるみたいなのをあんまりこうなんて追ってない情報見てないから気づいたらいつもやってるって感じバロラントなんか気づいたらやってるみたいなそんな感じ。あんま分かんないいつやってるか。ヤンからパルブブラックスとフナティック、いや LGS、 いやでもめっちゃ旅行かい。日本からでしょ。日本は韓国勢抜いてるけど本当日本のチームだけだったらパルブラックス、フナティック、あとリドルでしょ、リドルオーダー、 FC もいるよね、 FC デストロイ、あとインセプション、あとなんだっけあのねあの CC から上がったよチーム、 CR が辞退して繰り上がりでラフテル、あとね、いなかったっけ、そんなもんかな、多分6しちゃったっけな、いたっけな、ちゃんとあと1チームいそう。全部で何チーム、9だじゃなかったかな、9、うん、今6言ったよね。で、2チームが韓国だった気がする。ハンツー、伊藤頑張れよとかさ、リアライズ、あと1いるよね、ちょっとどこだ、パルブ、ウナ、リドル、モセブ、FC、ラフテル、あと1、どう、ね、思い出せそうで分かんない、どこだっけな、あと1チーム、え、9いるはず、8だっけ、多分9、思い出せない、わかんない、あと1、え、どこだっけ、うわ、あと1チームが分かんない、思い出したいんだけど、でも韓国は韓国のチーム2チームだったはずだから、日本のチームが7いるはず、バグノース10チームいる、あれあと2チームいるじゃん、9がと思ってた、どこだ、あと、え、パルブ、フナ、リドル、モセプ、 FC、 ラフテル全然わかんない、どうだっけ、あと、うわー、これ思い出したい、どこだっけこの、リアライズと頑張れお父さん、違う、え、頑張れお父さん、うん、ファンワンツースリーがリアライズだよね、確か、え、確か2チームのはず、韓国、わかんないや、あと2チームどこだっけどこだっけな、思い出せない、
ンセプションとなんだっけこれホースみたいな違う合ってるっけそこはね出てないねあのノーセプは出てるノーセプは出てるのかじゃあもしかして全部で 8? いやでも9いたはずなのよわかんないわかんないもう出てこないめっちゃ気になるけどここまでいってもう一回日本のチームね日本韓国じゃなくて日本のチームでエパックのスティックパルプフナ、パルブレックス、フナティック、リドルオーダー、まあ3でしょ。で、ノーセプション、FC デストロイ、ラフテル。ラフテルでも一番名前で出てる。チームに入って。そのチームの名前で出てる。そのチームの名前が分かんない。からラフテル。6まだいるはずなんだよ1か2えそれなんていうのラフテルのやつ飲み方が分かんないチームのエリアあと、どうがいる？いたっけ？わかんない。全部言ったかな？お父さんはあの韓国のチームだねそれは韓国エパックの韓国のチームあとリアレズえ日本のチームは合ってる 6? 全部で韓国じゃなくて日本合ってる？わかんない多分合ってる気がするけどもうだって思い出せないんだもんやまだね韓国そう頑張るお父さんその韓国のチームの強いそのチームそのチームそう各地域のチームか日本から日本じゃないなエバックノース日韓日本と韓国とからの地域からは確か9出てるはず9チーム確かカメラお父さん韓国人間日本酒の名前から来てるチームえ日本酒の名前で頑張るお父さんっていう名前がある知らなかったそんなのあるんだへえーそれから取った名前だ知らなかったなんでだろうと思ってたけど理由は知らなかったそっからなんだう
頑張れ父ちゃんなんだけど、あだからあれか、なんかさチームのさなんていうの LGS の時ってさ、この各チーム席の前になんかパネルみたいになってなんかチームのロゴとかが出てるのよ、表示されてるの、パネルっていうか画面みたいな。そこにチーム名は頑張るお父さんなのに、そのチームのロゴのなんかイラストは頑張る父ちゃんみたいな書いてあって、なんで違うんだろうと思ってたけど、あそういうことかへえ知らなかった。そのかね、各チーム出てるの、そのチームのロゴみたいなやつ。今回とかはちゃんと見て、いやね、あのチームのロゴっていっぱい出るからさ、その結果出る時とかもリザルトとかの時もそのチームのロゴとかが出るから、名前とチーム名と。ロゴね結構見るからさ、そういうのでなんていう見る機会が多いから、その LGS とか大会見てたら、だからなんでだろうと思ってたけど、そういうことね。だって日本酒といえばそれ、あそうだね、そんな有名なやつなんだ。そんなに有名なのね、その日本酒。全然知らなかった。知ってるみんな。その頑張れ父ちゃんっていう日本酒全然知らない。知った、私も。てかその頑張るお父さん その名前の由来も今知った。あんま知らない。みんな知らない。韓国で有名な日本酒らしい。日本酒といったらこれっていうのやつらしい、そのぐらい有名なやつらしいよ。いや初めて聞いたよね、変わってる名前。シールドセルの人形？そんなのあるの？持ってない。エペ関連のなんかグッズ、ぬいぐるみとかはネッシー、ちっちゃい、一番ちっちゃいサイズのネッシー3色と、あとこのサプライボックス、これ結構気に入ってる。これ可愛くない？サプライボックス。これ中にピースキーパー、武器が入ってる。これ私のピースキーパー、これなんかランダムで入っててね、私のはピースキーパー入ってて、何が出るかわかんない。あと何だった、あとあのアクスタ
アッシュの。ぐらい。あ、あとピンバッジを持ってる。アシュのシールもある。あのピンバッジはブラハ。それぐらいかな。持ってるの。それが持ってない。うん。いけない。ケースじゃないよ、このサプラマックスでしょ。ペンケースっていうほど大きくない、ちっちゃい。めっちゃペン、ボールペンあるけど、ボールペン入んないよ、このサイズ感これはね、そう、ピースキッパーとなんかプラハのカードみたいなやつ、後ろピースキッパーってカードが入ってる。これが入ってるやつ。どれぐらい？エペのなんかグッズみたいなやつはぐらいかな、多分。あ、ボールペンよりちっちゃいよ、幅長さ入んないよ、だからペンなんてネッシー全色、あのちっちゃいサイズのやつだけ持ってるネッシー、一番ちっちゃいサイズ、それかな。なんかネッシーもね、サイズいっぱいあるの。ちっちゃいやつと大きいやつと、もうちょい大きいやつも、なんか大中小みたいな確かあるはず。3種類ぐらいなかったっけ、その大きさが。違ったっけな、置いてないけど。大きいの2種類だけど、大きいのかな。でもなんかある。ネッシードンキに売ってんの知らないあ、ドンキに売ってんだ、ネッシー売ってるんだ。なんかアニメートでネッシーじゃないけど、なんかエペのグッズ売ってるの見た。ドンキで売ってるのは知らなかった。私ね、あのネッシーのぬいぐるみ買ったのはネッシーカフェ、去年行った時に。そこでなんか物販もしてたの、グッズも売ってて、ネッシーカフェで、そこで買った。リメントはね、たまに行くね。ドンキは見たことなかったわ売ってるの、売ってるドンキもあるんだね。アニメは最近見てない。あー、最近見てないねそう、見てない、あんま分かんない。だからまたカフェ行く。ネッシーカフェ、ネッシーカフェはね、あの期間限定なの。だから来年もしやれば行くかも。開催されたら来年も。今年のはもう終わっちゃったから、多分。終わったよね、終わったないっけ。多分終わった。最初に東京でやってて、次に大阪、どっちだっけ、
次に名古屋、愛知、名古屋忘れた。でも3カ所でやってたの、日清カフェかエピカフェ、あの渋谷と大阪とあと名古屋やってて、3カ所で、ね、順番に期間限定でやってた。多分終わってるはず、多分いつまでか知らないけどあ、8月21日まで名古屋が、あ、じゃあ確かもう終わってる。去年はね、日清カフェがあったでしょ、夏に、7月、8月ぐらいに、7月ぐらいかな、夏にやってて、でそれ行ったので、その後に日清じゃなくて普通にエイペックスカフェ、スカイツリーのところで空町ってやってた。今年あるのか分かんない、なんか他にあるのか分かんない。今年そのエフェクスカフェは、空町でやってたやつは10月とかだっけ、あれ確かそのぐらいでやってた、ちょっと後に。私もネッシーカフェあったけど、そっちのエイペックスカフェは分かんない、あるか。こっちはエイペックスカフェ、そう、なんかね、そう、フードとかが、ネッシーカフェはネッシーモチーフのやつが、スイーツ、デザート系は全部ネッシーのなんか載ってたりとかしてた。エイペックスカフェの方は、っていうよりなんかキャラクターメイン、レジェンドメインみたいな、ネッシーよりって感じだ。うちも可愛かった、フード全部。去年のネッシーカフェはね、なんかワットソンのカレーとかもあったのよ。でも今年はそういうレジェンドのやつがなくって、全部なんかネッシーかサプライボックス、あ、ドリンク以外ね、ドリンクは全部あのレジェンドモチーフのやつだったけど、フードで食べ物で全部ネッシーと、あとサプライボックスのやつも。メニュー変わってた。そういうさ、コラボカフェみたいなの行くのも楽しいあ、55分ありがとう。なんかキャラクターモチーフのフードとか好き13位からランキング見ますね。13位、プルルピョコポコさん、ありがとうございます。12位、アラカトルさん、ありがとうございます。11位、プッチェニさん、ありがとうございます。10位、なんだっけこれふとうふくつさん、ありがとうございます。9位バトニーさん、ありがとうございます。8位エホーさん、ありがとうございます。7位ヒメルさん、ありがとうございます。6位マルさん、ありがとうございます。5位ラスカールさん、ありがとうございます。4位ユージアットマーク、愛してる女性は許可だけです、さん、ありがとうございます。今酔いの方読んだから、次3位シンさん、ありがとうございます。2位大野貴文さん、ありがとうございます。
そして1位がにゃんほそさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。明日の配信は明日ちょっとお昼ぐらいにやろうかな。夜じゃなくて明日はお昼ぐらい、12時とか、うん、そう、そこらへん12時前後、11時12時、そんぐらいやろうかな。明日台風なの？え、マジか、知らなかった。まあでも配信には別に影響ない。そんな外で知る。大丈夫、知らないから。大丈夫、部屋の中だからそれが大丈夫。大丈夫だよ、配信はできる。そんな台風の中からしないでしょ。大丈夫よ。雨降るのかじゃ。確かに明日ランキング無理だな。でもランケーブル早く買いに行かなきゃ。パソコンが使えない。測って買いに行くね。測るの忘れないじゃないですか。買えない。そう、じゃあ明日はお昼ぐらい、12時ぐらいかな、12時前後でやる。ちゃんと上がってるよ。じゃないとね、予想で買ってさ、足りなかったらさね、ほんと無駄になってしまうから、ちゃんと分かる。やだよ、買いに行ってさ、せっかく買ってきたのに足りないみたいな。やだから、ちゃんと測ってくよ。100m くらいの会話で長すぎでしょそれは。どんだけ離れてんの、ルーターとパソコンの距離。やばい、そろそろ時間だ。じゃあまた明日はお昼ぐらい、12時ぐらいに配信すると思います。12時前後でします。じゃあありがとうございました。また明日の配信で。おやすみ。